はい、今日は9月4日、今午前9時ですね。はい、服を着直巻きをしたとこです。草だらけになってます。はい、もう草の対応をするのを諦めました。で、ちょっとあの辺ももみがありますけど、はい、こういうやつですね。こういうやつは貴重な来年の種もみになるんで、ちょっと分かるのだけ穂刈りしようかなと思ってます。で、分からないのはもうそのまま草と一緒に刈ります。で、草刈りした時に分かったらちょっとまた出しておくということですね。はいはい、さっきのやつですね。はい、あ、水溜まった。はい、この辺も。はい、貴重な草の中から生えてきたもみですので、貴重な種もみになるんですよね。そういう草の中で生えたという記憶を持ってるんで。で、今日はちょっと前作の片付けをやってます。もう どっちにしろこんなになったら、まあ、イヌシも入ってきたりはしないし、草だらけだからですね。はい、福岡移植栽培の方も結構草生えてますけど、まあまあ、あんまり生育は良くないですけど、ちょっともう小腹見してるんですよね。だからあんまり除草に入れないんで、もうそのままにしとこうかなと思ってます。向こうの、はい、そういうことで草だらけになってまーすということで。本当は笑い事じゃないんですけど。はい、だいたい、それと福岡正信さんの本当の方式では、クローバー創生なんですよね。で、もう40年近くも前だから、ちょっと巻く時期とかそういうのを忘れてしまったんで、ちょっとそれをもう一回調べて、クローバー創生の準備ともみ巻きのタイミングがどういう風になってるのかをちょっともう一回調べる必要がありますね。去年は白柿しての淡水時間巻きだったんで、福岡時間巻きは今年が最初ですね。去年はちょっと、白柿しての淡水時間巻きだから、それなりに、成長はしてたんですけど、そのマムシに噛まれたりとかで結構農作業ができなかったんで、去年も 草だらけになりました。はい、で、親父やおふくろが恥ずかしいって言ってるんで。早くここも穂刈りして草を刈って、あとそのクローバーを巻く時期や種もみを巻く時期をちょっとタイミングを測る必要があるんですよね。まあちゃんと調べて。まあそういう状況です。はい、まあこれだけ草が生えてるということは、豊かになってるということですね。最初枯れた時、こっちの方が何もしなくてもほとんど草生えなかったのは、結局、前の除草剤とかいろんなそういう影響があって、草が生えきれなかったというようんじゃないかなっていうことが今の考え方ですね。なんで草が生え、除草剤も何にもやらないのに草が生えなかったのかなと思ったら、そういう影響がありそうです。だから結構、農薬とか除草剤とかそういうのの影響が残るということですね。はい、この前も言ったように、
ヘリで、ネオニコチノイド系の農薬やってたりするけど、そういうのの残留性とか環境負荷とかそういうのは全然考えないんですよね。どういう悪影響があるかというか、そういうのがダメって言ってるんです、はい。まあ、なかなかこういうのも技術を確立すればいいんでしょうけど、あの福岡正信さんの方式ではほとんど成功してないんですよね、誰も。だからもうちょい誰でもできるような方法がないんだろうかということでやってますけどさてどうなることやらあとは来年のお楽しみです。はい、そういうことで、はい、撮影終わります。